刀の錆にしてやるぜ。そこだ、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 わせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。たまったか。そこだ。くらえ。よろい。ダイヤ。とどめ。ラバティレイバー。次。そこだ。くらえ。よろい。ダイヤ。ブレイクブースト。生きれるか。来い。捕らえられない。オーガシュ。よろい。捕らえられない。生きれるか。そこだ。生きれるか。ナイスクセ。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。邪魔をするな。それは俺たちが来る。そこだ。それをよこさ。使えそうだ。生きれるか。オーガチュン。こいつはどうだ。オーガチュン。呪い。そこだ。くらえ。オーガチュン。とどめ。使えるぞ。呪い。クリア。そこだ。くらえ。捉えられない。ブリッドステップ。フォーガチュン。捉えられない。襲撃者はゴーマか。そりゃ計画が分かっても止められないよな。医療団は逃げ去ったようだ。奴らが欲しがっていたのはこの薬か。業界の風刺薬。それ、奴らのか？うん、三人みんなつけてた。何なのかな。ただのゴーマよ。慈善団体を襲うようなね。これでばあさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。麻婆カレーが随分気に入ったんだな。そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった？わからないの。え？あいつは食い物の味がわからないんだ。いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。
お帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの先座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ。それなら襲う隙が必ずある。ただし御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ、今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方大司祭がネクターの元締めなんでしょ。教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占。大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。サヤなんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記章を持っておゆきなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった。鍵の情報は頼んだわよ。ベルベット、どうかした？なんでもないわ。でも、なんか…なんでもない！城に忍び込んで襲うなら、徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて、酒場で一休みさせてもらおう。そうね。
ギデオン大司祭が一人になるのは夜よ。準備が整ったら店主に行って休んでちょうだい。この店は闇ギルドの一員だよ。先代からずっと世話になってる。赤いスカーフが警視庁の印なの？そうだ、よくわかったな。このスカーフをつけた仲間に気性を示せば手を貸してくれるはずだ。アイフリード船長が一時監獄島に囚われていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめないの。いずれにせよ清涼があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの？異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの？海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だがもし目的がそれなら離宮に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。もっともっともっと、つもりじゃなかった。だけどお腹が空いて、お腹が空いて。病で消えゆく弟の命で姉が長らえるなら、その行為には断りがある。我慢しなくていいんだ。ベルベット、ライフィセットを食べなさい。いやだ。聞くもんか、お前の言うことなんか。あんた、どうしてベルベットが撃たされてたから。気安く近寄るな。私がゴーマって分かってるでしょ。ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。扱うにも捨てるにも物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかったわい。あんたも来る気？お主らと一緒におれば美炎風を使う女大魔師が現れるぞよと紛る占いに出たのでな。当たるのかそれ。わしは昔王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。
手形を拝見。確かにこの地下道は北条につながっている。離宮の中に出られるはずだ。気をつけ、坊。水の中には巨大ワニがおるでの。ワニ。ワニの好物は魔女だ。さあ、行くぞ。マギルー以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないのね。水が引いたぞ。ワニいないよね。片付いたみたい。行くわよ。
準備はいいわね。そこだ、くらえつくぜ。そこね、しだらけよ。闘神ホーガッシュ11度ホーガッシュ逃がしたよ。戦力ブラスター、ホーガッシュ、こいつはどうだ、破壊しろ。ホーガッシュ、封じる、こいつはどうだ、封じる、ホーガッシュしまった。逃がしたよ、破壊しろ。ストーンエッジ、ホーガッシュ、逃がしたよ、ホーガッシュ。そこだ、食らい尽くす。そこだ、しだらけよ。ゼロインパクト、ゼロインパクト、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。切り札を出させたことは褒めてやるよ。邪魔するなら始末する。神が相手だ。そこだ、クライスクスイッチ、そこね、しだらけよ。ゼロインパクト、覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、これが死神の力だ。ホーガッシュ、ホーガッシュ、ホーガッシュ、しまった。次、呪い、ずいぶん変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーなもんでな。やれやれ。Thank you.
急がないと夜が明けちゃう。こんな時はマギルー占いの出番じゃよ。どちらに進むか、ピッピッピッチ。マギルー。ああ、怖い怖い。ボウはどっちに進めばいいと思う？僕は。とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。準備はいいわね。そこだ。食らい尽くせ。そこね。ビキブー。フォーガチュウ。フォーガチュウ。フォーガチュウ。砲が中！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 捕らえられない！そこ、そこだ！食らい尽くす！死ぬ役だ！砲が中！条件不具合！続くらした！ダフ！やれやれ。をかけさせないで。やれやれ。刀の錆にしてやるぜ。そこだ。食らい尽くせ。捕らえられない。ゼロ。違うよ。ゼロ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 。砲が中！邪魔よ、そこだ！食らい尽くせ！砲が中！呪い！そこね！違うよ！ゼロに一発！砲が中！呪い！いけるぞ！その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。だらけだ。この程度か。
命がいらないようだな。そこだ。逃しはしない。呪い。そこだ。呪い。逃しはしない。呪い。そこだ。呪い。呪い。呪い。勝負ありだな。こんなところに出るなんて。あ、おほー、さすがは王城の書庫じゃ。チンポンが揃っておるの。あ、古代語の本読めるのか。うん、でも僕、暗殺には必要ないものね。欲しいなら持っていけばいい。いいこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前なあ、もっと素直に優しくできないのか。
人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか？もっと高そうな本もあるぞ。さて、マギル、礼拝堂はどっち？さて、どっちじゃろ？ちょっと。わしは王城に入ったとは言ったが、詳しいとは言っておらん。あたしは言ったわよ。邪魔をしたら捨ててくって。でも、まずゴミ箱を探さんとな。当てにしたあたしがバカだった。さあさあ、肩の力を抜け。さすれば道はおのずと見えてくるものじゃ。上髄戦場そこだ捕らえられないそこだアンディングシギロウそこだアサイシオフェイトブラウンドオーガッシュオーガッシュ覚悟はいいかかわせるもんならかわしてみなウェイストレスメイヘル君はどいつだ蹂躙しろはいウィンドラこいつはどうだ捕らえられないこの程度だモーガチュー！そこだ！食らいつくせ！アンディング！邪魔！モーガチュー！そこだ！食らいつくせ！邪魔せ！アンディバレス！一度方！ケルマ！モーガチュー！片付いたみたいに。行くわよ。